レッツさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日は久しぶりにですね、釣り準備編の動画を作っていきたいと思います。今日はですね、まあもう、3月の下旬に入ってきたということで、だいぶ暖かくなってきましたね。もう見てのと T シャツです。今日はもうだいぶ暖かいですね。室温も27度ぐらいある感じで、だいぶ暖かくなってきました。でこうなってくると、まあもう間もなく4月から5月にかけてというところで、マダイののっこみの、まあ1年で一番大型が釣れる時期ですよね。のっこみのシーズンになってくるということで、まあそれに向けてですね、一つてんやの、まあてんやかぶらをちょっと用意していきたいかなと思います。今回はかぶらの打ち方というのをご説明してみたいと思います。まあこれちょっと成形前の重りだけの状態なんですけど、見てください。丸いっすよね。丸い、こういう形状の重りを使います。でこれを使うことで、水がね、こう切って、水を切って落ちていくような感じになるので、カブラの方が早く沈むんですね。まあ、今回はですね、このカブラというものの、作り方ですね、こちらを、ご説明してみたいと思います。はい、それでは早速、制作の方行ってみましょう。まず必要なものとして、てんやのこう親針と孫針ですね。私はあの金龍針が結構好きなので、親針孫針ともに金龍針を使ってます。で、親針の方はだいたい17号とか16号というのを使うんですけど、まあだいたい17号が多いですね。で、孫針なんですけれども、マダイの場合割とね、でかいの、5キロとか8キロとか10キロみたいなのがかかってくるので、チヌ針みたいなね、細い軸の針だと折られちゃうことがあるので、まあ、私はマダイ針でも特に軸の太いものを好んで使ってます。まあ、時には今回みたいにこうやって青物用の針を使ったりもしますね。これがですね、カブラ用の重りになります。今回はですね、重り8号を使いますね。で、針を結ぶ針巣です。まあ大体、8号とか10号を使います。太いのを使っちゃいます。次にこちら、こちらが地名糸というものです。こちらはですね、点矢と針巣を結ぶための、まあ、接続用のラインだと思ってください。ボビンにこうスレッドが巻いてありますけど、これは、針とこの地名糸とかをね、こう巻きつけて止めるためのラインです。で、夜光玉ですね。これは針巣に通してこの孫針を結ぶときにね、針巣に通して、まあ、ちょっとアクセントとして使います。まあ、ハサミはライン切ったりする、ペンチは針巣を締めるときにこう使ったりとかするんですけれども、まあ、テンヤのときにも使いました、ハンマーですね。ハンマーは絶対必要。カブラを打つときに絶対必要なのはこのタガネという道具になります。この部分を広げてあげないと針が入らないんですね。なのでこれでこう上トン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 って叩いて、ここを広げてあげなくちゃいけない。そのための道具です。金台、まあ、これレールのやつですね。レールをぶった切った金台になってるんですけども、こういったね、割としっかりした台が必要です。この辺は塗料ですね。蛍光のオレンジと、あと夜光のグローの塗料、それから、塗料を後でね、洗ったりとか筆を洗ったりとかするようにこういった塗料の薄め液が必要になります。でそれを入れるためのこうアルミのカップですね。こちらがですね、ラメです。この辺はですね、100円ショップで、ネイルのコーナーとか行くとね、こういったものがセットになって売ってます。でこれがトップコート、マニキュアの上からこう剥がれないようにするためのコートですね。こういったものを使って、塗装していきます。アロンアラン、瞬間接着剤ですね。これはこうライン巻いたやつをこう仮止めするために使います。でライター、ライターは何に使うかというと、こう針巣を結んだ、先端をですね、焼きくぼを作るために使います。古新聞、これはまあテーブルを汚さないための古新聞で、それからこちらがですね、調味料置きなんですよ。本来はこれですね、どう使うかというと、この塗装したてんやをね、乾燥させるのにこうやってぶら下げておく、ぶら下げて乾燥させるためにこの台をね使います。まずはですね、このカブラの重りを1個取り出して、この頭のところにね、これちょっと割れ目が入ってます。隙間が入ってますね。ここにですね、これを広げてあげないと針が入らないので、このタガネのこの先端をここに当てて叩いて広げます。このような感じで広がりましたよね。
でそしたら親針を結びます。で親針を1本取り出したらですね、この地名糸をこうスルスルって少し出していただいて、まあ、ハリスを結ぶ部分の輪っかと、スナップをつけるところの部分の輪っか、こういう感じでですね、私はここね長めに取るようにしてます、ね、スナップ付きのサルカンとかでやるんですけど、これ短いとねこの辺に来るわけなんですよ、まあ、市販のものとか割と多いんですけど、ここにスナップ付きのサルカンをつけるとですね、まあ、タイってでかいのになると本当にあの5キロとか10キロクラスになるともうサザエとかああいうものをねバリ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 噛み砕くぐらいすごい顎の力が強いんですね。なのでスナップ付きのサルカンとか軽く壊されてしまうんです。そうならないためにタイにこう飲み込まれてもある程度スナップ付きのサルカンがこう上に来るような感じになるように私はここをちょっと長めに取っています。ここがハリスを結ぶ輪っか、こっち側がスナップをつける輪っか、でこれを全部まとめて持ったらですね、ここにこのラインをこう合わせて持ってこれをぐる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 と巻きつけていきます。ある程度までいったら折り返してきてこっち側に巻いていく。でそしたらここねハーフヒッチで留めます。で止まったらこの出ている余分なライン、余分な糸をカットしていきますね。余分なラインをカットします。アロンアルファで止めてしまいます。でまあほぼ抜けることはないんですけれども、一応念のためですねこの端糸ライターで炙って、焼き玉を作っておきます。まあ一応念のためですね、念のため。これで抜けることはほぼないですね。まあ接着剤止めてる時点でほぼないんですけれども、一応念のためにこういうふうにしておきます。ではこれをですねカブラにセットしていきます。はい、じゃあですねこのさっき穴を開けましたよね。でこれにこうセットします。このぐらいでこう叩いて成形していく。両側からこう溝を潰していくような感じで叩いていきます。でこれでつきましたよね、こういう感じで。なるべくこれをね丸く成形をしていきます。でどうするかというと、この角っこのところをこう斜めにこういう風に叩いていきながら、角のところをこう斜めに潰してハンマーで斜めに潰して出たところ、こういうふうに出たところをさらにこう内側に内側に曲げてってあげる感じですね。こういう感じで、こんな感じで、ね、丸くなったかと思います。こういう感じで。で、これに、孫針をつけていきますね。はい、孫針を一つ取り出しました。ね、で、ハリスをね、こういうふうに引っ張り出してあげて、ハリスはね、外掛け結びで結びます。まあ、こういう輪っかを作って、このハリスが必ず針の内側から出るようにしますね。これ針のこっち側からハリスが出ちゃうと、ここの血元の部分が当たってハリスが切れてしまいますので要注意です。ここからここまでなんでね、そんなに長く取らないんですけれども、まあちょっと結びやすいように少し長めにカットしておきます。
こう最初にあの孫針用に作っておいた輪っかがありますよね。ここに通して、だいたい親針の頭こんぐらい、こんぐらいになるようにするんです、長さ的には。で、これから結んだ時に、結んでキュッてやった時にどうしてもちょっと伸びが出てしまうので、これを少し短めにセットします。こんぐらいになるようにセットしたら、ここをですね、深海結びという結び方で結びます。このように通しましたよね。通したらこっち本線ね、こっちが端糸、端糸を本線の下からくぐらせます。こうやって向こう側にで持ってきたら、この端糸をまた下から手前の輪っかの中に抜きます。でここからさらにひねってあげて、向こうの下からもう一回くぐらします。これでギュッと引っ張ってあげると、だいたいこんぐらいの長さになる。どうしても引っ張った時にね、余分なラインが出るので、最初にちょっと短めにセットしておかないと、このね、いい調子にならないんですね。端糸をカットしたら、糸ですね、これをまたライターで炙って焼きこぶを作っておきます。焼きこぶできましたよね。はい、これでカブラ完成です。でこれから、この後にね、塗装していきます。まあただ塗装はまああってもなくてもいいです。私は個人的には好きなので塗装するんですけれども、基本的にカブラというのはこれで完成します。なので、まあ変野よりは若干工程が多いですね。この成形をするという部分があるんですけれども、そこまで難しくはない。まあ慣れてくれば誰でも簡単に作れるんじゃないかなと思います。あ、これを通すの忘れてた。本来はこれをここにね、通しておくんですけど、すっかり忘れてました。はい。これで、カブラの打ち方ですね。こういう感じでカブラは制作を行います。じゃあですね、これから塗装の方に